雪だね。雪だよ。もう今日ね、外一本も出てないから引きこもってる。今日は落語の稽古で終わっ、仕事終わりだったので。だからお昼寝なんてしちゃってさ、どうしよう。結構積もってる。明日の靴どうしよう。細かい。そう、雪降ってるらしい。外見ただけだから分かんないけど。生誕イブ発表されまして、そうなんです。皆さん、実は明日生誕イベントがあります。ん、明日って言ったんだし。違う怖い、うん、自分怖い。明日じゃないよ。違うよ、今の記憶から消して。2月27日火曜日20時から、ショールームにてバースデーイベントしまーす。なんで明日って言ったんだろう、怖い。イエーイ。なんかショールームの何、なんかチケット買ってやるやつでイベントなので、無料では見れません。うん、そう、プレミアム配信っていう機能を使ってやります。そう、生誕祭についてマネージャーさんに話したことがあって、でももうスケジュール的に無理ですよねって話になって、ちょっと先々までちょっとありがたいことにお仕事があるんですよ。なもんで、その現場のそのってなると、いろいろ準備もしなくちゃいけないので時間がかかってしまうっていうのもあるし、スケジュール上ちょっとそういうのが厳しいっていうので、今回はオンラインになりました。でもオンラインっていう場所でもこう作ってくださったマネージャーさんには本当感謝なので、みんなで一緒に盛り上がれたら嬉しいなって思ってます。バースデーイベおめでとうございます。ありがとう、嬉しい。生誕祭関係をやらないと思ってました。そう、私も最初はやらない方向でこう考えてたんだけど、マネージャーさんがね、そう、なんかショールームでやるのどうってなって、ありがたいです。サイバさんが来たのってあれも生誕祭でしたっけ。そうです、はい。その先々のお仕事も楽しみなんだが、ありがとう、楽しみにしてて。2月中のもう一つのイベントは、イベントってかお仕事はこれでした。あともう一つあります。プレミア配信は顔出しメイクしての配信でした。もちろんですよ。やらかもう1年経つのが早い。でも実際去年の生誕祭5月だったんですよ。私誕生日1月なんですけど。そう、
ピンパジャマ配信しないよ。今月まだ隠してるのある？ある、あと一つある。日にちに合わせてほしい。いやいやいや、昨日に合わせしたんですよ。もうこの昨日はね2つあるって言ったから、まあ、に合わせしやすかったんですけど、ちょっとあれなんで。つらぐみ、つらぐみ、え？え、こんばんは。マネージャーさんありがとう、ありがとう。こんばんは。そうね、あとは平日じゃない現場です。動画で空組への愛を伝えられてよかったですね。いや私あの盛大にあんなに振られるなんて思ってもなくて、ぶっちゃけ全組通しを見たら、ちかのちゃんどうでしたかって言って、もうびっくり仰天よ。しかもさ、最初のさ、歌方の空に光を飛ばしたの、あのセリフあったじゃないですか。あそこさ、なんか誰が言うんだ誰が言うんだってさ、そういうね、誰が言うんだ誰が言うんだって探って、なんかさ、だんだん声大きくなってったよね。歌方の空に光を飛ばしたってな、超おもろかった。打ち合わせとか しないんか。いや、なんか説明あったんですけど、なんか誰が喋ってとかなくて、空組の雰囲気いいでしょう、あの動画。私空組大好きだよ。愉快なチームって読む？これ愉快でやってる。こんばんは。テロップに書いとこ。8、2、1、あ、違う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 。私もほんと頭おかしいわ、ちょっと。たーかーた、いーち、違うな。うん、うーた、座って。27だよね。1、OK。 でも本当に、うん、いいチームです、本当に。さ、
一番自信なかったんですよ私多分キャストの中でその空組の。でも見てから自信が出て自分のやってるゆいもいいんだっていう自信も出て、なんか自信ない人 見た時に大丈夫大丈夫って大丈夫大丈夫めっちゃいいからって言ってました。謎だよね。に、本当に。でもそれぐらい本当にいいチーム。なんか配信するたびにさ、空組いいチームとかさ、空組大好きって言ってるとさ、ファンの人嫉妬しそう。ネガティブから超ポジティブにポジティブになれたかな。いい人に恵まれてよかったです。共演者に恵まれましたね。そうなんですよ、本当にそう、本当にそう、マジで。いい人たちばかりでさ、本当にね感謝してもしきれないぐらいね助けられました。本当に配信の楽しそうな声を聞いて当日が楽しみになってるって嬉しい。そこは勝負できない世界なので、うん、でもさ、DM さんってさ、嫉妬すんの？急な名指し。推しいっぱいいるじゃん。いよいよ、今週本番ですか？頑張ってね。そう。頑張るよ。頑張るよ。現場行けなくてごめん。なんで来てくれないんですか？声でかい。あ、そう、あのね、応援ブロマイドの展示ありのやつ昨日だから受け取ったって言ったじゃないですか。で、書き終わりました。たくさんありがとうございます。いっぱい書いたよ。展示されるのを楽しみにしてて。で、まだ展示なしの方は受付中なので、よかったら見てみてください。お疲れ様です。ありがとう。ねえ、楽しみがいっぱいだよ。スケジュール言ってみるね、今。8日。10日、12日、14日、15日が、舞台あります。で、17令和落語、18ボイスト、24ワロップ、27が、ショールームのプレミアム配信っていう有料の方で、バースデーイベントです。待ってるぜ。待ってます。そう、ルビーに飾られるやつプラス平日じゃない現場か。何言ってるの？
あ、そういうこと？あ、そうそうそう。プラス、あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。プラス平日じゃない現場があります。そうね。急に何言ったのかと思っちゃった。はい。全然なんか理解できなかったどういうことってなっちゃった。あのさ、最近さX でさ、引用、一件の引用とかこう出るじゃないですか。でもそこタッチするとまだ引用ありませんってなるの。これは鍵アカの人がつぶやいてるってこと？かブロックされてるか。え、どういうこと、どういうこと。私のことブロックしてて引用リツイートしてるってこと？え、怖っ怖っ、その機能怖っ。マジ？鍵垢であることを祈っとこ祈っとこね。なるほどね。鍵垢だと信じてる悪い方向は考えない。やっほー。てか今日寒いよね。寒い気がする。めちゃくちゃ。それ雪降ってます。え、でも雪降ってる時の方が寒くないんですよ実は。本当はね。私思ったのはさ、東京も雪降るんだっていう感じ。昼くらいからずっと1度行くか行かないかの気温が続いてます。あのね、1度あればいいよ1度あればいいよ。三代田見てごらん、氷点下だわ1度あれば十分です。本当に何を言ってるわけね何を言ってるわけね。
代与田町を見てみろなんだかんだいつも2月に降るんだよね。へー、だってよ、ちょっと待って、最近1年に1回は東京降るよね。そうなんだ。がっつり降るのは2月率高い気がする。そうなんだ。今の軽井沢マイナス3度。ほらほら一度あればいいじゃないか。軽井沢見てみろ、マイナス3度だと寒っ。でも本当明日怖いね。やだよ本当に。映画をでぼかすメディア、隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ、流れる汗も綺麗なアクア、ルビーを隠したこのまぶた、歌い踊り舞う私はマリア、さあ嘘は飛び切りの愛だ、誰かに愛されたことも、誰かのこと愛したこともない、そんな私の嘘がいつか本当になること。雪降るの見越して今日明日の食料は調達済みだって。よかったね。私は全然調達しなくてもあるから大丈夫。なんと私の冷凍庫の中に牛タンがあるんです。イエーイ。色落ちしてきてさ、髪が茶色かな、眉毛茶色にした方がいいかな、黒より茶色だな多分。ということでこれだ、こっちにかわいいよ。ネギシ行きたい。わかるー、わかるー、牛タン食べたいねえ、牛タン食べたい、みんな食べたい子供のように言ってみた。マジで本当に食べたい。牛タン食べたいよ。
バーしよう。やだよやだよ、高上がり。ウーバーするぐらいだったらね、冷凍庫にある牛タン食べます。明日は錦糸町ネギシ行くだって、いいな。そういえばあったね、錦糸町にネギシって。私あれメイクブラシ買いたいんだった。寝持ちしてた？牛タン焼肉食べ放題の何何何？え？何？え、どういうこと？牛タン焼肉食べ放題って何？え？どういうこと？え？牛タン食べ放題ってあるの？一心タンスケっていうもの？何？何？ちょっと待って調べる。一心タンスケ、え、何何？食べ放題メニュー。待って、どういうことこれ、食べ放題だよねこれ。え、ある意味6000円食べ放題ってこと？イエーイ行きたい。うわー行こうかな。え、マジで行こうかな。うわ、厚切りタンだって。食べたいんですけど、無理無理、食べたい。あ、待って、店舗によって違うってこと？上野本店、池袋有楽町店、秋葉原店。リボモンズのフォロワー様と言って激うまでした。うわ行かなきゃ、行く、あ行く行く行く、ありがとう教えてくれて、あー頑張る私。飲み放題もつけ、もういいよいいいい、全然全然いいよいいよいいよ。うわー食べたい、だって厚切りタンだよ、食べたい。ひつまぶし、牛タンひつまぶしがあるよ。美味しそう。わあ、牛タンそぼろ卵かけご飯。待って、どういうこと？牛タンそぼろ卵かけご飯。ああ、来てる、ありがとうリナオさん。ご褒美で行くにはちょうどいいお値段。本当にもう、行く、ありがとう教えてくれて、あー最高。いやお高いけど、お高いけど、ほら2月いっぱい頑張るでしょ私。あー行く、あー行きたい。あ、ヒレとかもあるよ。ってこと、ヒレステーキだってよ。え、ヒレも好きなんだけど私。え、神ですかここは、天界。うわー最高なんだけど。うわ
怖すぎる。ちょっと待ってくれ。うわ、ちょっと待ってくれ。うー、食べたい。あえ、牛角の食べ放題も美味しいよね。わかる。ハラミあるよ。私どこの店舗行けばいいの。うわーうわー食べたいよ。牛タンしっかり厚切りでジューシーだし薬味も豊富です。あー、もう言わないで。声になってない。美味しそう。応援ブロマイド買ったので牛タンなんて。だってえ、ね、そう、応援ブロマイドさ、本名になってる人いたけど大丈夫？私本名で書いちゃったけど。とりあえず落ち着こうか。落ち着いた。大丈夫な人です。あ、本当？それならよかった。うわ、行こう。待って、一心短助、一心短助ブックマーク。うわー最高。好き。好き。おいしそう。今も今度行ってみよう。ねえ、行こう。ちょっとね、高いけど飲み放題も絶対つけなくちゃいけないらしくて、ってなると7000円とかしそうな、しちゃうかな。でもまあご褒美にはちょうどいいね。あー、一人で行くのか、悲しい。もうさ、稽古場でのさエピソード面白すぎてさ。グッズとかチキには何万も出せるけど牛タン5980円は出せないオタクなので。わかる、わかる。私もね、普段ならケチっちゃいますよ。誰も連れていかないの？誰か誘っていきな。いや、なんかさ、なんかさ、私本当に多分寝が陰キャだからいろいろ考えちゃうんですよ。その、え、誘って大丈夫かなって、え、迷惑にならない、この人気使っていいよって言ってるだけかもしれないとかさ、めっちゃ考えちゃうんですよ私。そう、なんか基本一人行動なんです。だからさ、なんか休みの日何してるのって言われることが多くて、周りからね、えってなるじゃん。何してんだろう私ってなるの。まず実際何してたかっていうと、起きるじゃん、掃除するじゃん、洗濯するじゃん、ポーっとして終わるよね。ポケーってして、でまあ必要なもの買いに行ったりなんだかんだしてると終わっちゃうんですよ。だからなんかつまんない休みしてるよね。だし
なんか友達いないのって言われたんですよ私いないかもしれないですねって言ったら、いなさそうって言われたもう冗談でね言ってたんですけど、その方は。でもなんか友達いるんだけど、みんな仕事だし、なんかねえ、それでさ無理に誘ってもって感じだしさ、自分からは連絡しないですね基本。孤独死すんのかな私。私さ言われたのがさ、あの友達いなさそうって言われたのと、安藤さんっていじってる時すごい生き生きしてますよねって言われた私どんなイメージ、やばい、どうしよう、超孤独なんですけど寂しい人じゃんいじってる時生き生きしてて友達いないんでしょ、おーやばいやその単語だけ聞くとおもろいよねはあ、誘ってもらえたら全額出しますそれダメだよ、それダメだよ、それもし例えば誰か付き合ったとするじゃん、それでなんか全額出してたらダメだよ、ただの財布になっちゃうからね、気をつけな。まあ自分もぼっち極めていますので。そうだよね、大好きがある、ありがとうりなおさん、ラブユーそこだけ切り取らないで、そう、あの切り取ってあのつなげるとそうおもろい、だから私はみんなしかいないの、みんな暇な時に配信してきてくれる優しい優しい私の心の友ファンいじってるか黙ってるか確かにいじってるか黙ってるかだねおもろすぎるだろ本当に、何なんだはあ、笑った、みんな面白いよ、ほんと面白いねみんな見る、めでる、触る、黙るイコール近なぞいやおもろすぎるだろ、ちょっと待っていじる、めでる、触る、黙るあーおもろやばいやつじゃん、ただのナソも面白いよ、だってありがとうありがとう。はあ、笑った。新たなキャッチフレーズか？わかる。それな、本当にそれなんだよ。やばい。
笑うのは最高の息抜きだね。ねー、ありがとう、みんな笑わせてくれて。え、てかさ、このうわ、え、私言ったっけ、この長坂真帆、長坂真帆、え、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど。アサルトリリー新章サングリーズルのメンバーですよ。めっちゃ可愛いんだけど、ルナトラだよ、しかも最高。え、ピンク髪、赤髪、ピンク髪、サイドポニーですよ。え、これで草って言ってんでしょ。もう好き、めっちゃ可愛いんだけど、しかもブーツだし最高。いやマジ最高、うー最高。え、みんな見てくれた？ニーハイだよ、みんな、みんな大好き、絶対領域あるよ。みんなが大好きな絶対領域ありますよ。蛍先生天才ですよね。え、本当に天才、マジ天才、本当にマジ可愛い、ガチ可愛い。このさ、あの何、ちょっとこう跳ねてる横の髪、え、最高じゃない？しかもさ、アホ毛ハートみたいになってんの、え、超可愛い。圧倒的な攻撃力、そうだよ。超楽しみなんだけど。なんかね、舞台にも出てほしいよね、この子ね。草って言ってるとこ聞きたい。陽キャっぽいし、クレナと仲良く会ってほしいな。確かに。え、でもさ、同じクレナとその何ゲヘナのところ。入ってくるのかな、あ、入って、違う、出てくるのかな、ねえ、出てきてほしいよね。超好き。いや、しかも今日ね、もう一人ね、発表になりますよ。超楽しみなんだけど、マジで。超楽しみ。早く、早く発表してほしいな。ふみちゃん寝ようと思った頃に解説始めるんですよね。いつもそうよね、いつも夜遅いですよね。5月の続編に出てきそうではある。出てきてくれるかな。くさ、聞きたいよ、聞きたい、めちゃめちゃ。めちゃ聞きたい。トトリ様、気短すぎて草。楽しい練習じゃないですか。笑ってくださいよ。ピキピキ。めっちゃ、めっちゃ気になるんだけど。超気になる。マホ、何度言ったらわかるの？後ろがガラ空きだから戻りなさい。スペース消すようにって言ってるでしょ。
トトリ様、気短くすぎてくさ。あの美女で言ってんのいいよな。あの美女で言ってんの最高だよマジで。ほんと配信お疲れ様。いよいよ舞台始まりますね。そうです、始まります。空組は8日が初日になります。よかったら来てください。セイラちゃんの胃が痛くなりそうなキャラですね。あのさ、セイラだけ真面目なんよ。だから1年生だとセイラが真面目ってことでしょ。で2年生だとトトリが真面目ってことでしょ。いや大変じゃね、サングリーズル。また私さ、ペコ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 するってこと。こら友よって言いながらさ、ハンナのお世話係もしてるようなもんだよねあれね。でもルイセがさ、あのさ、普段な感じがあんまり前回見れなかったから、次ねどうなるかっていう感じですよね。セーラちゃん大変だわ、よく頑張ってるね。セーラー、セーラちゃんよく頑張ってるね。力そ泣いてあげる一緒に。同じ学年なのに保護者ポジ。そうね、本当にペコペコして怒って忙しくなるね。本当だよ。エーテルボディは舞台でどうするんだろう。待って、エーテルボディって何の情報。え、魔法、魔法エーテルボディできんの。エーテルボディ分身、ほんとブーステッドスキル、エーテルボディを持つつわもの。へえ、そうなんだ。強化リリーのスキルで持ってるらしい。彼女に言われたら、配信終わったら8日 SS 最前空いてたのでチケット取りますね。だって、ありがとうございます、嬉しい。来てくれるの。空組ね、あの平日が多いんですよ。で、お席もまだまだあるので、よかったら何回も来てくれたら嬉しいな。すごいね、確かに。どうやってやるんだろうね。かっこよ、何このブーステッドスキル。ということでちょっといっぱい喋ったわ。22時半になっちゃうから、終わりにするね。いっぱい喋った。誕生日見ます。13位カブさん、13位カブさん、12位もち猫さん、12位もち猫さん、11位アメちゃん、11位アメちゃん、10位ノアさん、10位ノアさん、9位グッピーさん、9位グッピーさん、8位ユウさん、8位ユウさん、7位ナリスタさん、7位ナリスタさん、6位 DM さん、6位 DM さん、5位ハマジさん、5位ハマジさん、4位カワちゃんさん、4位カワちゃんさん、3位お茶トーマンさん、3位お茶トーマンさん、2位ユウヤンさん、2位ユウヤンさん、1位リナオさん、1位リナオさんです。ありがとうございます。そして、歌方の空に光を飛ばした、空組、いよいよ8日に初日を迎えます。19時開演です。私は空組のみの出演となりますので、空組の予定を、言います。
8日19時開演、アフタートークありです。で10日土曜日16時開演と19時半開演です。で、12日月曜日各祝日が14時開演です。14日水曜日14時開演、チェキ撮影会もありで、19時開演アフタートークありで、15日木曜日が千秋楽になってます。で19時開演です。空組ちょっといっぱいね、平日が多いのですが、よかったら遊びに足を運んで来ていただけたら嬉しいです。そして、17が令和落語です。3公演あります。三鷹です。で18日ボイストです。恵比寿エコー劇場にて行われます。2公演あります。で、24日ワロップになります。ゲストはハッタッタです。畑美咲ちゃんです。で、27がショールームのプレミアム配信という機能を使ってバースデーイベントを行います。ちょっとスケジュールのね関係上、配信オンラインのイベントになるんですけれども、よかったら普段ね現地行けないよって方とかでもこう来てくださったら嬉しいです。はい、ということで終わります。予定がいっぱいで嬉しい。なんかさ、自分のスケジュールさ見た時にさ、こう予定がいっぱい詰まってると嬉しいよね。ね、感謝して、一つ一つのお仕事に感謝して頑張りたいと思います。はい、ということで終わります。ありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバイ、ありがとう、おやすみー。